アリの頭の上に乗せようぜと。先日ねお話ししたんですけど、ニコニコ生放送ってなんかいろんなコメントがこうどんどん流れてくるじゃないですか。でおにぎりの話を番組でした時に、絵文字をここにこうぴょこって表示させた方がいて、2つ載せておにぎりのなんか猫耳みたいにした方がいたんですよ。えここにと思って、え今おにぎり載せてる人いる。おにぎり載せてる人いる。すごい返しモニター、今ねニコ生の返しモニターを準備してもらったんですけど、あーの すごい今ね他の媒体から見てる方は何やってんのっていう感じだと思うんですけど、ニコ生の方は今すごいこう絵文字をいっぱいなんか落ちたな。ニコ生で見てても何やってんのって思ってるってすごいコメントがね、本当にこういつもなんかいろいろ楽しんでいただいてるわけなんですけど、もう髪もだいぶ乱れこんなさ番組でこんな鏡にする人いる？さということで、皆さんねいつもコメントやリポートなどで盛り上げていただき大変ありがたいんですけど、お別れの時間です。